ラゴルド様のお宝ゲットを邪魔する者は許さん。野郎ども、締め上げちまえ。やいさほー。何やいさほーって初めて聞いたんだけど。はい、久々のクレイモラン。さびれてるな。何、どうした、どうしたかミュ。なんだこの感覚。どうして胸がざわつくんだ。クレイモランになんかそんな思い入れあったっけかミュって。なんかよくわからないけど。あれほどの大惨事の後じゃ、クレイモラン城もただでは済んでおるまい。チャール女王の安否を確かめたい。あいなよ。聖地ラムダへ向かう前に、ここ、クレイモランの城に入るぞ。皆の者は城下町の様子を見てきてくれんか。ん？どうした？どうした、神？ひどい顔色じゃが。いえ、俺なら平気です。町の様子を見てくればいいんですよね。いや、無理するでない。記憶もない中、一人で動くのは心細かろう。お主もわしたちについてくるがよい。すみません、老さん。ほほ、お主らしくもない。気にするな。では、会いなよ。城に向かい、シャール殿に会うとするかの。よし。でも、誰も、おらんような気がするけど。お、でもあれ、早速誰かおるんじゃない？あれ、人よね。あ、違う。グレイグやったー。紛らわしい。この広場には住民たちの姿はないようだ。これでは何が起きているか知るすべがないな。不思議なことに家の中から住民の気配を感じるんだが、誰も扉を開けてくれるのだ。一体どういうわけだ。俺たちはもう少し町の様子を探ってみる。あいなよ、城の方は任せたぞ。え、なんか警戒してるってことかな。あ、でも兵士の人たちは立っとんやね、外に。どうも、久しぶり。君は一層旅人だな。無事であったか。今は夜間ゆえ城には入れられぬが、シャールさんもご心配なされていたぞ。また明日んでも城の玉座の間を訪ねられよ。現在この地で起きている異変についても、シャール様が教えてくださるだろう。夜どんなに眠かろうとも、城におられるシャール様の安全は僕たち兵士がお守りしなくては。本当は僕も家や城の中に避難したいんだけどね。あ、兵士の辛いところだよ。それはしょうがないよね。明日って言ったな。なんだ、寝て起きればいいのか。いや、でもさ、泊まるところがなくない。誰か開けて。どういうことなん。みんなさ、その怯えとるのはわかるけどさ、え、もしかして買い物とかにも出かけないとかそういう感じですか。お、明るくなる。これは明るくなったっていうことなんかな。わかりづらい。超わかりづらい。とりあえずこれで良きですかね。どうも。ん、何？クレイモランの病気？実はこのクレイモラン国で恐ろしい奇病が流行していてな。シャールさんも気が切れないご様子なのだ。あ、それでみんな閉じこもっとんやね。流行り病というやつか。あ、でも中の人たちは普通におるね。私とこの国の女王、シャール様とは、まるで姉妹のような空と幼馴染でもあるのよ。だからこそ、一人で大変そうなシャール様の姿を見ていると、何もできない自分が悔しくなるわ。どうも。この先にある地下につながる昇降機は、現在使用を禁じられている。残念だが、ここを通すわけにはいかん。恐ろしい病魔と関与の疑いがある、氷の魔女リーズレットを、地下の牢に拘束しているのでな。何、結局囚われてるの、リーズレット。我らが女王シャール様は、この奥の玉座の間にいらっしゃいます。昨今、この町民は恐るべき最悪に、シャール様は心を痛めておいでです。どうかお力をお貸しください。本物なんだろうね、そのシャールは。どうも。近かったけど、めっちゃ。来たよ、女王様。顔を上げなされ、シャール殿。王たる者。いかなる時も民を不安にさせてはいけませんぞ。どうも、覚えてます？ロー様、それにアイナさんたちも。ああ、皆様、ご健在だったのですね。当然。久しぶりじゃの。チャールドのこそ、創建そうで何よりじゃ。よかった。胎児が落ち、闇が世界を覆い、黄金病の恐怖がこの地に蔓延したとしても、
まだ希望は残されていたのですね。黄金病って何？うん、それじゃシャル殿、今黄金病と言ったかの。一体この地で何が起きてるのじゃ？数週間ほど前からです。クレーモラン王国一帯で突如奇病が入り出したのです。この病に感染した者は人間も動物も植物でさえも体が黄金と化してしまうのです。それは元に戻るの？体が黄金に？原因も治療法もわからないこの病は、いつしか不安に怯える人々から黄金病と呼ばれるようになりました。他の国に助けを求めようにも、病と共に現れた巨大な黄金の氷山により、陸路も海路も照らされ、この地は今や陸のこと。病を調べていた魔女リーズレッドも、逆にあらぬ疑いをかけられ、城の地下に幽閉されてしまいました。あ、じゃあ別にかかっとるわけじゃないし、女王様がしたわけでもないってことか。友人として彼女を解放しようと試みましたが、民の強い反対に遭い、それも叶わず、黄金病がこの国を混乱に陥れているのです。なんと、そのようなことが。だがシャール殿、安心なされよ。その黄金病の謎、わしらが調べよう。ありがとうございます、ロー様、アイナさん。城の者や城下町の民たちにも、皆さんに協力するよう伝えておきます。どうかよろしくお願いします。その情報はどうやって伝えるんやろう。みんな家から出てこんけど。黄金病。何？何か思い当たる節が？神の態度がすごく気になるよ。ねえ。ロー様、アイナ、何かわかりましたか？うん、それがの。あ、おばあちゃん。出てきた、出てきた。出てきたよ。何、話しに来てくれたんかな、もしかして。お、そこへ行くご婦人。よければわしらに話を聞かせてくださらんか。なんだよ、お前さんたちは。こんなとこでぼさっとして。体が金になっても知らないよ。あ、別にそういうわけじゃないんか。ちょっとお待ち。お前さんもしかして神じゃないか？俺のこと知ってるんですか？は？お前さん忘れちまったのかい？知ってるも何もお前さんは。何？怖い。そんな、これはまさか。何？急になん？ちょっとおばあちゃんどうしちゃったの？ついに私まで感染しちまったっていうのかい？マジで？うわぁ。ってことは海にあったやつもそうってことよね、多分。でも人なわけじゃないんかな。神のことを喋ってから固まってくれ、せめて。なんてこと。これが黄金病だというの？なになに？うわぁ。なに？神何があるの、この町に。ちょっとどうしたの、神ちゃん。神？おう。こういう受付来てみれば、まさか君がいるとは。お主、神のことを知っておるのか？わしらは旅の仲間なんじゃが、今こやつは記憶を失っておってな。この町で生まれたとかそういうこと？え、前来た時そんなことあったっけ？前来た時神おらんかったんかな？なんとそのようなことが。神のことをお話ししましょう。後ほど、城下町の正門そばにある私の教会にいらしてください。後ろのおばあちゃん。そのまま放置されていくのね。いきなりなんやね。返事がない。ただの黄金の像になっているようだ。つら。またしても黄金病の犠牲者が増えてしまった。ああ、この闇に追われた世界で、我ら兵士はなんと無力なのだろう。なんなんやろ、空気感染？ちょっと意味がわからないぞ。あ、なんかみんな、めっちゃ出てきとるやん。私そこにいる娘は歌を愛しています。こんな時だからこそ歌を聴いて気分転換をしたかったのですが、難しいですね。黄金病についてですか？残念ですが私には何もわかりません。せめて娘だけでも助かればと祈るだけです。でも空気感染やとしたらね、私らもとっくになっとる気がするけど。あ、おったおった。違う、全然違った。神父様からお話を聞いております。あの方は教会の中、礼拝堂の奥にある部屋で皆さんお待ちになられていますよ。お邪魔します。あ、どうも。
城下町を歩いて美しい街並みを見るのが僕の日課だったんだけど、黄金病のせいでそれもできやしない。病気が作った黄金なんて、本来のこの街に比べたらちっとも美しくなんてないよ。それね、ほんとそれね。おったおった、よく来てくださいました。神、君も元気そうで何よりだ。最後に見てから5年ぶりくらいだろうか。5年前、それまで俺はこの町に住んでいたんですか？かつてこのクレイモラーの城下町は、北海で活動するバイキングの高地でね、以前は交流も盛んに行われていたんだ。神、当時君はそのバイキングの手下だった。俺がバイキング？ただの盗賊じゃなかったのか。盗賊神の出自は、我らデルカダーロークがいくら調べても謎だった。だがまさかバイキングの生まれだったとは。いえ、生まれに関しては何とも。神は幼い頃、彼の妹と共にバイキングに拾われ育てられたようでした。それが幸せだったのかはわかりません。彼と妹はかなり過酷な生活を強いられていたようでしたし、実際ある日彼の妹が亡くなったという知らせを受け、その日を境に彼もまた姿を消してしまったのです。妹がおったんや。やめろ。神父として彼らを救えなかったことは、心残りとして私の中に残り続けました。ですから彼が困っているなら今こそ。やめてくれ。何何何、記憶が戻るんよこれで。しばらく一人にしてください。自分がそんなところの生まれだなんて、みたいなこと？びっくりしてるやん、神父さん。すみません、彼の気持ちも考えず。皆さん、神を頼みます。私も後から追いかけますので。もう来ない方がいいんじゃないの？大丈夫？どこに行った神？なんかいろんなところにピンクのマークがあるけど。とりあえず、こっちの方向に行って、はい。黄金病がどうあれ、降り積もる雪は待ってくれないからね。こうして定期的に追っかけをしてるんだよ。そういや、君の仲間がそこの裏門から辛そうな顔をして出て行ったよ。あの先には海を見下ろせる高台くらいしかないんだが、一体どうしちまったのかね。それは、そういうこと？高台から飛び降りるつもりとかそういうんじゃないよね。あ、これじゃない、ここじゃないか。どこって？裏門。こっちか。え？あれ？違くね？あれ？どこ？ね、どこ？そこの裏門？やっぱここであっとんかな。これか。あっとん、あ、あっとるね。これか。なんか鍵のマークがあるけん違うんかなと思った。はい、そこの裏門から。うさぎや、うさぎかわいい。かわいいやつ。カミュやーい。どこへ行く？ん？こっちか。カミュー。あ、おった。どうも。思ったより低い位置やった。もっとなんか高い崖の上とかかと思っとったけんさ。想像では。どうも。アイナさん。すみません、急に飛び出してしまって。でも俺、何？どうした？いやー！何？襲われた？ん、なんか船が来た。何？何？何？何の船？敵？誰？あ、敵や、敵や、敵。モンスターがいっぱい乗っとる。そういう感じで来るの？あいつらはまさか。何？何？どうした？頭が？これで記憶が戻るかな。どういう相手？あゆな、港に接近する船を見たか。先ほどの叫び声といい、たごとではないぞ。大丈夫か。神のことは私に任せてください。あゆなさんたちを港の方へ。行ってきます。心配しすぎるけど行ってきます。ほら、なんかいっぱいおるし。もうドクロマークがドクロマークのものを着てるんじゃないよ。この世すべての黄金は、偉大なる六軍王がお一人、鉄
敵軍王、キラゴルド様のもの。さあ、野郎ども、仕事の時間だ。宝石だろうが、人間だった黄金像だろうが、この町のお宝を根こそぎ奪い取れ。怖っ。人間だったやつまで。めっちゃ怖いやん、それ、やば。辛い。うわ、めっちゃやん。襲いうる。超人襲いうるやん。あ、連れてかれる、おばあちゃん。ほら、野郎ども気合い入れて運べ。キラゴルド様がお待ちだぞ。あ、ダメ。粉々とかにしたらいかんよ。この魔物たち、黄金像となった人間を持ち去ろうというのか。まさか例の黄金病もこいつらが。貴様ら何のつもりだ。まさか我らのお頭、敵機軍王をキラゴルド様に逆らうつもりか。お頭だか、軍王だか知らんが、この町へ牢崎見過ごすわけにはいかん。黄金になっていない人間など手に入れる価値もないが、キラゴルド様のお宝ゲットを邪魔する者は許さん。野郎ども、締め上げちまえ。やいさほー。何やいさほーって初めて聞いたんだけど。よし、行けみんな。よし、いいぞ。早速のゾーン。ユグノアの子守唄。お、二人ともや。どういう寝方？片方はどういう寝方なの？怖っ。よし、いいぞ。テルビアさんがゾーンに入った。お、仲間呼び。これはどういう技やっけ？モンスターを、あ、そういうことか。モンスターを呼ぶわけじゃないよね。やばみんなめっちゃ来る。よいしょっけ。もう自分の体が黄金ないけんね。自分の体を運びなさい。あー、運ばれていく、おばあちゃん。く、しまった。先ほどの連中は陽動だったか。王座、あゆな。ちょ、助けてあげて。あゆな、あれを。あれ？カミュー。カミューちゃん？ちょっとなんであんなところにいるのよ。わからん。だが今は理由を考えるより奴らを止めなければ。え、向こうの味方になったわけじゃないよね。めっちゃ普通に連れてかれよんやけど。く、間に合わなかった。まさか神が連れて行かれるなんて。もう、だったら取り返すだけよ。神父さんがまだこの辺りにいると思うの。見つけてあいつらのこと聞いてみましょう。よし。あ、そっか、でもさっき、ここに神がおったけん、今度のは神じゃなく、誰？何囲まれてんの？街を襲った黄金の魔物たちがここいらにも向かったと聞いてな。慌てて様子を見に来たんだ。どうやらそこの神父さんも魔物どもに襲われたようだな。随分ショックを受けているよ。あ、海沿いの高台ってここのこと？神父さん自身は事なきを得たそうだが、一緒にいた彼に知り合いが連れて行かれちまったらしいんだ。それが神ってこと？もしかして。アイナさん、すみません。私が気を抜いていたばかりに、隙を突かれ、魔物たちに神をさらわれてしまいました。謝ることじゃないわ、大丈夫。何を言ってるんだよ、神父さん。あんなおっかない連中に襲われて、命が助かっただけでもめっけもんさ。神父さんが町の外にいると聞いて、心配して駆けつけたけど、無事でよかったよ。ちくしょう。黄金病にかかった人間を片っ端からあいつらに連れてかれちまった。奴は金目のもんしか気にしなかった。俺たちの命を高く売れるかどうかで眠りしてるみたいにな。クソ。しかし、神は高価なものは持っていませんでしたし、黄金病にも感染していなかった。なのにあの者たちはまるで最初から神を知っていたかのように迷うことなく連れ去っていきました。なんなんやろね、向こうの親玉がなんかあるとか。あの者たちの喋り方や仕草、まさか彼らの正体は。実はわしもその考えが頭をよぎった。やはりお前さんもその考えに至ったか。確かに言われてみれば。だけどよ、そんなことあり得るのか？バイキングってことよね、きっと。あの黄金を欲する魔物たち、彼らの言動や癖に私たちは見覚えがありまして。そう、この地に寄港していたバイキングたちとどこか似ているのです。
確かに彼らなら神を知っていても。当時、彼らのアジトはこの町から空に出て、すぐ近くの洞窟の中にありました。もしやそこに行けば何か。とりあえず向かっていくしかないね。アリスちゃんにちょっと声をかけて、行きましょうか。船乗って出発するでですか？出発するでガス。よし、これで、なんか洞窟の中って言ったけど、バイキングのアジトにおりますか？おります。ここがバイキングの住処ですか？住処というか、アジトというか。こういうとこなんかいろんなもんありそうよね。なんか降り立ってすぐにセーブ地点があるっていうのも怖くない？奥には何があるのって感じやん。え？魔物がいっぱい。おったおったおった。で、神は？これはどういうことなん？人間が魔物にされたってことなんかな？お、おるおる。ガハハ、野郎ども、ラム酒の用意だ。お前のお宝が手に入ってからな。ゲラゴルド様もお喜びになるだろう。エイサホ、エイサホー。それにしてもキラゴルド様、ご指定の物がこんなあっさり手に入るとは運がいいぜ。こいつを見つけば、ふふふ。え？何？神をご所望だったの？扉を開け、神を助け出すよ、もちろん。ちょ、宴会とかしよる場合じゃないけんね、君ら。なぬ、貴様らどうしてここに？いや、待てよ。貴様、ひょっとして勇者あゆなか？そうですけど。エイサホー！言われてみれば、手配書の絵にうり二つ。間違いない、こいつ、あゆなですぜ。エイサホー！黄金城のキラゴルド様に急いでお知らせしなければ。なんなん君ら。あら、さすがアイナちゃん。ずいぶん有名人みたいね。ちょっとだけ焼けちゃうわ。バカ言ってないの。早く神を助け出しましょう。ガハハ、笑わせるな。魔王様にボコボコにされた負け犬どもが吠え上がる。こいつらの首を差し出せば、空いた六軍王の席だって夢じゃないかもしれませんぜ。おう、いいこと言うじゃねえか。なるほど、そりゃすげえお宝だ。よし、やろうども。気合入れていくぞ。おお違った。エイサホー。さ、黄金兵たちが現れた。でも、なんか色が違うだけでね、普通に弱そうな感じがするけど、どうなんやろ、強いんかな。え、強い。全然やっつけれなかった。絶対今やっつけたわーって思ったのに。よっ、痺れるような剣さばきだってやめてよ。ちょっとかっこよさげな感じで言うのは。もうそろそろいけると思うけど、ダメなの？あー、ゾーンに入ってはいて。じゃ、先にやってしまおう。 OK？ いいね。素晴らしい連携やね。お、これはやったね。黄金兵士やっつけた。よきよき。やっぱりみんな元人間ってことなんかな。ね。なんか話し方がニドルだとか、なんだとか言えるけど。待たせたの、神。怪我もなさそうで何よりじゃ。魔物たちを倒したから安心して。一緒に帰りましょう。神父様も心配されてるわ。何？信用できないとかそういう。様子が変だな。もしや魔物どもに何かされたのか。そうだ。俺はここで。あ、そうだ。あいつをあそこに。行かなきゃ。何？妹のこと？誰あいつって。なんか取り憑かれたようにどっか行ったけど。どうしちゃったのかしら。アイナちゃん、ひとまず神ちゃんの後を追いましょう。あ、もうそこやね。
こっちにおった。アレシちゃんおったわ。船乗って出発するでかすか？出発したんでいいんかな、これは。はい、出発します。さあ、これで、何？またクレーモラーに戻ればよろしいの？あっという間やね。ちょうど近かったね。はい、到着。さあ、これで、神はもうここに帰ってきたの？どこ行ったんやろ、結局あの後。みんなは無事？なんか、いらっしゃらないけど。突然、黄金魔物たちが入ってきて、襲いかかってきたんだ。君たちのおかげで助かったよ。魔物たちは黄金病理、かなり、金か。金になった人たちや、人々が持つ金品を奪おうとしてきてね。まるで宝を狙うバイキングみたいだったよ。見たいっていうか、バイキングなんです。はい、じゃあとりあえず、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあなんかね、神とせっかく再会したのにちょっとわけのわからん感じになっとるけん、さっさと元に戻っていただきたい。ね。